こんにちは、塚本です。今日はフォントのアウトライン化の仕方について説明します。印刷屋 などに出すときにフォントはアウトライン化をしなければなりません。その時に犯しやすいいくつかのミスについても説明します。ではやってみます。ですね、ここに今こうやって、文字だけ用意してあって、まあ非常に簡単なサンプルなんですけど、これのフォントは全部アウトライン化されていません。フォントがアウトラインになっているかどうかを調べるには、書式メニューの中のフォント検索というのをやって、この上のところ、これ今コツカゴシックって書いてありますね、このドキュメントフォントっていうところにフォントが残っているようだとフォントがなくなっていないってことになります。で、まずですね、今ここに、このレイヤー1の中に全部入ってるんですが、ロックがかかっています。で、ロックをかけたまま印刷屋さんに出すっていうのはリスクがあります。印刷屋さんの方ではこのデータを、まあ別全体を何て言うんですかね、まとめて別のところに動かしたりするわけですね。その時にロックがかかっているとそこだけ置いていかれることがあるわけです。ですから印刷に出す時は全てのロックは解除します。ロックをかけるのは作業するときに楽だからかけるだけで、ロックをかけてもこれで OK で完成品なんだっていうような主張っていうのはしない方がいいと思います。でロックを外します。で、これでですね、見ていきますけれど、まずですね、この文字は、ロックされているんですね、実は。で、こうやって見ますね。そうすると1個非表示レイヤーがあるんです。これですね。で、この非表示レイヤーはどうするのか、それから、その他のところですね、ここのところにこれのレイヤーがロックされてるんです。で、それ以外にですね、パッと見るとわかんないんですけど、ここのところに空文字って言って、実際には文字が入っていないんだけど、フォントが残ってる場所があるわけです。こういったものっていうのは見つけにくいんですけど、これも、フォントをアウトライン化して取り除かなければいけないわけです。ですから、こういったロックをされてるだとか、見えないものがあるだとか、非表示レイヤーがあるだとか、こういったことをどういうふうにして、対応していくかっていうのが問題になるわけです。まず一番最初に、ロックの簡単なところからやっていきます。今、この、文字はロックされていますね。このところにロックがかかっていますね。これは、オブジェクトのすべてのロックを解除っていうのをやれば解除されます。これで、この文字もアウトラインにすることができるようになります。で、次に、非表示レイヤーですけれども、非表示レイヤーは前回、別の YouTube でやったんですけれども、オブジェクトのところからすべてを表示ってやります。そして、非表示になってるってことはいらないので、これをデリートで消します。これで、もうこの非表示の文字をアウトラインにする必要はなくなったわけです。そして、最後、あとここにあるこの文字ですね。このところに、見えない文字があるんですが、あとはこの見えないような文字をどういうふうにするかっていうことなんですけれど、実は全てを選択してしまえばいいんですね。で、全てを選択するのに範囲が分かっていれば、全てのエリアをこうやって、マウスで選択することもできますけれども、実際にはどこまでが範囲かどうか分からないので、キーボードを使ってコントロールキーを押しながら A を押します。そうすると見て分かるように全てのものが選択されます。そしてここまで来ればもうあとは簡単ですね。書式メニューの中のフォントをアウトライン化する、アウトラインを作成っていうのがありますね。このアウトラインの作成っていうのをやります。そうすると全てのフォントがアウトライン化されて、で、書式メニューのところにあるフォント検索っていうのをすると、これで確認するわけですね。ドキュメントフォントっていうところにフォントがないわけです。ということは、フォントが一個も残ってないっていうことですから、完了ということになります。こんな感じです。以上です。ありがとうございました。